チャンネルを見ていただいてありがとうございます。こちらに見えるのが岩手山、2038m ってさっき表示出てましたね。今いるのが岩手県です。そして向かっているのが青森県。今日も道の駅の旅、道の駅巡り、青森へ向かって出発しております。大和もうちょっとの我慢ね。大丈夫？絶景見えてまいりました。岩手山です。青森県碇ヶ関インターをこれから降りていきます。ここから目的地まで3キロですね。もう降りたら、すぐに道の駅って感じの場所だよね。工事多かったね。はい、高速降りてここから、今表示あったね、ここから 2.8 キロ先だって。看板も見えたね。あと5分です。 700m 先、左方向だって、雨続いてたのにね。よかったよね、今日は全国的に晴れだったよ。この左がもうすぐ碇ヶ関駅だって。左方向です。ここレストラン、温泉、なんか今の駅の方に入ってくのかな。あ、そこだ。あっちからだった。入り口がちょっと手前から入っちゃったんだね。どこに来るの。はい、到着しました。碇ヶ関です。
足湯、お湯入ってない。あ、こっちは入ってる。大名足湯っていうとこは9時から17時までだ。あ、すごい綺麗だよ。足入れたくなるような、大名様にご挨拶してる。ゼリーがついてるね。はい、できました。テッタルです。はい、すみません。そば湯入ってます。はい、天ぷらも美味しそう。そば湯付きだ。フランスみたいな味する。自然薯の味はしないよ。すごい甘いのしか感じない。
光ヶ関後にします。次向かうのは道の同じ道の駅弘前ですね。ここから20分ぐらいです。約12キロになります。お天気崩れなくてよかった、うんうん、ね、いいお天気だから、うん、はい、東北道の弘前インターチェンジの出入り口になります。ここから700メートルで道の駅弘前です。花の湯って、うん、ね、すぐ近くていいんじゃない温泉。JA のマークがあるよ、道の駅弘前。じゃあ道の駅弘前を後にします。次向かうのは道の駅田舎館、ここからまた約20分のところになります。温泉もね、目の前にあるしね、先ほどは入ってくんだね、うん、左、あ、さっきね、うん、ここ高速の入り口ですって言ったとこね、あそこから乗るのかもしれないね、高速ね、